里崎チャンネル。じゃあこんにちは。人事がいっぱいね発表されて監督の問題とか、あとはコーチ、あとは FA、あとまあ占領外の選手たちもちょこちょこ出てきましたね。もう間もなくそうですね。寂しい季節ですよ本当に。そうなんですか。はい。いやだって戦力外って、はい、まあ、応援してる人からとったら悲しいと思いますけど、いや本当見たくないですよ本当。僕何気に戦力外って早く言われた方が幸せやろって思ってるんですよ。選手は使われないのに雇われてても買い殺しみたいになって損じゃないですか、はい、もしその選手に能力があるんだったら、うん、戦力外になってもどっかの球団取ってくれますよね、はい、トライアウトもありますし、そうですね、で求められていこうがまだチャンスありません、うんうん、はい、だからもう使われないんだったら早くクビにしてあげればいいのにって僕はいつも思うんですよ。でも今ちょっと調子悪いけどもう来季こそはって思ってる人もいるかもしれないじゃないですか。占領外になって他の球団も手挙げないってもうそれは無理ですよ。そうですか。いい選手は手挙げますから。だいたいその戦力外って10月の頭に1回出るじゃないですか、はいはいすね、はいはい、その選手っていつ頃告知されるんですか。下手したら前日ですよね。そんな直前なんですか。はい。もう前々から言われてて発表じゃないんですね。いや、いきなり電話かかってきてくるらしいですよ。明日ちょっと事務所に来てもらえるかなみたいな。まあもう交渉の余地はないわけですもんね。そもそもだって1年契約なんで契約社員と一緒ですから。そうですね、はい、だから1年契約終わったんで、はい、来期の契約は結びませんよで終わりじゃないですか、はい、何の交渉するんですか。やめさせないでくださいって僕来年も頑張りますっていう、はい、いや頑張ってないからクビなんですよね、うん、必要とされたら他の球団に声かかるんで、はい、声かからんってことはもう無理なんですよ。それだったら早くクビになった方が人生のリスタート切れるんで、細く長くやっちゃうとその後なかなかリスタート切りにくいんで、はい、まあ僕は幸せなんちゃうかって逆にね、まあ第二の人生を始めやすいっていう意味では、そうそうそう、若いうちの方がもう一回大学行き直すこともできるし、うん、いろんな資格にチャレンジすることもできるし、まあ、若ければ若いほどチャレンジする期間が増えたりとか機会増えるんで、もう逆にいいですよね。そうですね、本気につけてね。うん、まあそうやって明るいポジティブな捉え方もね、はい、できますね。あとやっぱりね、監督もね、俺なんか楽天さんが、いや平井さんちょっとどうなるのっていう、ね、どうなるか分かんない、まあ噂の域なんで。そうなんですよ、どうなるか分かんないですけど、はい、もし交代だったら、うん、いやそれはちょっときついですよね。いやそりゃきついですよ。すごい若い監督じゃないですか、うん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 、でもそれでも CS まで押し上げてるわけですよ。そう、3位になってね、石井さんが、はい、GM になって、はい、で浅村が FA で来たりとか、うん、ブラッシュとかも取ったりとか、はい、戦力の充実は、はい、まあ図れたっていうのもあるし、うん、岸則本が離脱したり、はい、出遅れたっていうところもあるわけじゃないですか。序盤いなかったんですから、うん、エース2人がその中でね、はい、踏ん張ったっていうところもいろんなことを加味した中でマネージメントで、まあ、3位っていう結果をつけたわけじゃないですか。そうです、若手もどんどん起用して、うん、それで一年で、わかんないですよ。家庭の話ですけど、一、うん、年でこれは、はい、いや、そりゃきついですよね。きついですよ。もうファンも、プンプンですよ、本当に。もう、ね、5年ぐらいやってて、いや、こんなんで優勝できないおかしいから3位でもダメや。ってなんだったらわかりますけど。まだね、はい、ありますけどね。あの、一年は、はい、って思いますね。いや、そうですよね。ちょっとなんか。いや、これはもう本当にファンを代表して残ってほしいと思いますね。うん、だって、ここでね、ホップ、ステップ、来季に向けてジャンプね、乗り物的地が万全でいて、はい、で若いのを取って、ドラフトでいい感じ取って、はい、来季行きますよ、はい、だったらいいですけどね。そうですね。だからまあ、その、まあ、チームとしてはね、方向性いろいろありますけど、当人としては客観的に見たら、はい、ちょっと、ね、と思いますけど、まあどうなるか分かんないですけどね。いや、ちょっと今後のね、本当にどうなってくるかの動向が気になりますよね。あとね、パリーグ出た栗山さんがね、日本ハム進退伺い出して、はい、なんか続投しそうな。あ、っていうニュース出てましたね。出てましたけど、はい、まあ僕はもう絶対続投すると思ってたんですよ。うん、今年は、まあ確かに振るわなかったんですけど、はい、まあいろんなことを試したっていうところでは、まあまあ見てて面白かったですよね、うん。全体的にはうまくいかなかったと思うんですけど、はい、やってみなきゃ分かんないじゃないですか。客観的に見ると、まあいい勉強になったなっていうところもあるし、うん、清宮とかどうかしたいっていう思いとか方針的なのは見てては分かりやすかったですね。まあただそれが結びつかなかったのと、あとまあ日本ハムの感じで言うと多分フロントの意向もあると思うんですよ、はい、その戦術に向けて、うん、でそう考えると一人ね栗山さんの責任っていうのもちょっと違うなっていうところもあるし、あのまあ辞めさせるにしても後任考えなきゃいけないじゃないですか。そうですね。で後任って言ったら筆頭に来るのはまあ日本ハムの稲葉さんとか金子さんとかになると思うんですよ。
でもやっぱ来年オリンピックあるじゃないですか。はい。そう考えると、まあ新球場に向けてもそうだし、うん、まあまあ続投っすよね。そうですよね。まあ栗山さんってものすごい実績もある方じゃないですか。優勝もしてるし、ね、大谷選手を育てたりとか、うん、そしたらやっぱり、一回ちょっと低迷しても、まだ可能性とか伸びしろというか、まだまだ全然、ね。そうですね。しかも、やっぱ今年はね、一回 0.5 まで縮めたじゃないですか。はいはい、周囲に。ええ、やっぱ噂の、あの、ピッチャーライダーの怪我が痛かったですね。ああ、まあそういうのも、選手の怪我とかも絡んできますからね。だからそういうところは、どうしようもないじゃないですか。はい。監督としては。だからそこの、噂の怪我もね、この、低迷っていうかね、負けたのを招いたんで、はい、まあそこら辺考えても、それで全責任っていうのがね、うん、ちょっと、そうですよね。違うっすよね。全部追ってられないですよね、はい、責任を。いや、でも続投だと思いますね。あんまりなんかね、擁護しすぎると、なんか僕はそんなつもり全くないんですけど、はい、なんかそのチーム狙ってるんちゃうかという思われるんですよ。なぜかわかんないんですけど、はい、全然思ってないんですよ。はい、まあ、全部フラットに見てますもんね、佐藤さんは。だって球場好きベスト3やったじゃないですか。はい、で、ソフトバンクの福岡ドームが一番好きで、はい、ホークスに技術的な面で、はい、ホークスがあったから上手くなれたみたいなこと言ったら、はい、なんかホークスに行きたいんかみたいな。いそういうんじゃないっていう。まあ、だって、ね、そこでメモリアルがあったっていうのは事実ですからね。事実言ってるだけで、はい、なんかコビ打ってて、そこになんか入ろうとしてるとか、そんなつもり一切ないっていう。まあ、これも言っちゃうのも佐藤さんですよね。あとはセリーグで言ったオガスさんですよね。そうですね。今年の広島の低迷はやっぱ丸いなくなったのがやっぱ大きかったですよね。選手一人でやっぱりそんだけ変わるんですね。 MVP ですよ。まあそうですけど、はい、まあ浅村選手抜けても西武って優勝しちゃったじゃないですか。そうですね。だからそれを、はい、その補う人が出てこなかったですよね。だ西武は浅村抜けてもじゃあ森とか、はい、他の金子とか殿崎とか、はい、栗山とか中村拓也とか他の選手がカバーするぐらい成績が上げましたよね。はい、でも広島上げる人いなかったですよね。そっか。まあ鈴木誠也は頑張りましたけど、ええ、まあ野間がダメだったりとか、うん、田中康介がね、はい、怪我したりしてまあ打撃の低迷とかありましたけど。で最後の最後3位死守の勝負どころでやっぱバティスタやろうって言ったらドーピングでしょ。いやあれドーピングも監督のせいじゃないでしょ。そうですね。長打力を誇る、はい、まあ飛車角の片っぽが抜けて、はい、外国人の一番頼みの綱がドーピングできなくなるって、うん、それ監督のせい。そこが抜けたのは監督のせいじゃないでしょ。ないです、ないです。もう全然、全く関係ないですよね。はい。うん。で、3連覇してるんでしょ。はい。まあ、いろんな問題あるかもわかんないですけど、うん、それで、やめろって、ファンの人も言うじゃないですか。はい。いや、もう、そら、セッションが。いや、そうですよ。3連覇導いてるんですからね。ねえ。最近、本当に思うのが、はい、あんまり勝ちすぎると、うん、そのチーム、誰が監督やっても勝てんだよっていう人いるじゃないですか。それもきついっすよね。そうですね。確かに。なんか、あんまり勝ちすぎたらね、はい、そんなチームお前誰が監督やっても勝てんのに勝てないよ。まあ、クビだみたいな。はい。それもきついっていう。いや、そうですよ。だから、尾形監督なんてね、まだ続投全然、まあ、一回ちょっと落ちちゃっただけじゃないですか。うん、本当に監督って酷だなと思うのは、だって、成績一回落ちたら、もうその、動向が危うば、うん、危うば。去年までのことがゼロなんでしょ。ゼロになりますよね。片や栗山さんとかね、はい、こう、あの、球団発表ですけど、8年間の功績を、はい、とかやってきたことを評価して、うんうんうん、今年ダメだったけど、続投をお願いしたいっていうね。やっぱそれがね、やっぱ一番、なんか正しいじゃないですけど、うん、なんかこっちとしては納得しますよね。うん。うん、だから、その1年。一年でってね、一年でなんか、だって、あの、中日のね、はい、あの、森のコーチになって、一年で、辞めるんですよ。はい。はい、いや、何があったんやっていう、森のなんて中日で言ったら、はい、まあ、その優勝した時のもうレジェンドじゃないですか。で、コーチになって、一年でこれって、はい、え、なんか、問題あったのみたいな思っちゃいますよね。まあ、そうですよね。これ内部のちょっとなんかごたごたあったのかなとかね、疑っちゃいますよね。それがないのに、うん、ただの人だけで1年でクビだったら、うん、きついですよね。いや、かなりきついですよ。いや、でも人事って難しいですね、本当に。難しいっていうか、うん、まあ、コーチの問題はね、はい、また今度ね、はい、尺取って喋りますよ。なんかあるんですか？あります。何何があるの？はい。ということでですね、はい、あの、まあ、
ね、来年に向けて監督の交代とかどうなるか分かりませんけど、うん、あの、まあ、温かい目で見守りながらしっかりと評価してあげてほしいですね。そうですね、はい、まあ、本当にドラフトも妄想がありますし、はい、チームがどうなっていくのか来季に向けて、そうですね、はい、まあ、あの客観的に楽しみたいと思います。はい。